<music> はい、今日も始まりました。G マゴラジオのお時間です。メインパーソナリティは G マサルとマゴヨーです。というわけでね、今日はなんと特別編ということでね、いつもラジオ金曜日なんですが、特別編なんで月曜日にね、上がるというものです。もちろん今週の金曜日も上がります。ですよね。ということで今週ラジオが2回あるというね、特別な週になってますのでよろしくお願いします。マゴヨコさんどうですか最近の調子は。 最近の調子はうん、もはねなんかちょっとここ最近喉が痛くてねお出た出た出た喉が痛いなーって思ってたんだけどはいはいまあ先日お話した通り声が出なくなったんだよねああそうそうそううんびっくりしてじいさんに電話するっていうねおいよーみたいなじだっね <laughs> いさん声が出ない <laughs> みたいな, <laughs> なんか聞いたことあるなその声えっ<シ> <laughs> 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 じゃあ西田 <laughs> マリック様もあったよ人生声出ないこっちがよい子ね <laughs> 似てるな <laughs> 親戚みたいなもんじゃすげえ近くにいたわ何 <laughs> かさ物まねでちょっとだけ喋りたいのはあるんだけどさ、うん、実はさ最近本当ずっとねキザルのものまね家でしててほんと似てないの分かってるんだけど実は基本家で喋ってるんだけどね、うん、なんか なんとかだったねーみたいな時はもう絶対木沢のモノマしてて、そうだったねーみたいな。はいはい。一人やってんのね。で、この間さ、お箸忘れちゃったねーって言いながらキッチンにね、戻ったりしてて、誰がね、そうだよ。っていうじいさんのね、モノマネ事情でした。今日のラジオも面白いので、最後まで聞いてね。 今週のよい子は見たこのコーナーは今週横が見た映画を紹介していくコーナーです。何見たんですかまあちょっと配信でも話したんだけど、ほうほうほう。映画館にですね、はいゴジラかけるコング、ドラなの帝国を見に行きました。はい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 、どうでしたか 2>, ?2 回。はいはい、2回目なんだよね。2>, <laughs> 2回見に行きました。<laughs> 1>, 1回目は、うん、あのちょうど折り返し地点ぐらいで寝ちゃってはいはいはい長そうだねあの映画何分あんの ?2 時間ないぐらいああないぐらいか2時間ないぐらい百1 5分だからああ結構な短いんだねそうそうそうこちらをね見に行きましてこれでちょっとあの配信でも話したんだけど1回目寝ちゃって、うん、はいはいはい言ってたね なんか見たと言えないぐらい寝て,寝てしまったので悔しくてもう一回行ったな次はね面白すぎて全然寝なくてなん、はい、で一回目寝たんだろうぐらいめっちゃ興奮して帰ってきたんだけどはは、うん、はいはい、はいやっぱうこね前もねうんこゴジコング VS ゴジラの時だったかな、うん、映画館で見るべき映画だみたいなのを言ったんだよね確か配信でそれはその話が面白いとかそういうこっちゃないんだよ 映像ね。やっぱり迫力だね。まあね。うん、なんかあの、ゴジラが、どしどしいう、こう音とかさ。はい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 。そう、あとはね、コングが走ってる時の躍動感とか。はいはいはい、ザッザみたいなね。そう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 。で、そういうなんか映像とかもね、なんかすごいんやっぱり。お金かかってもんですよ。いや、かかって、そう、かかって、そう。うん、だから、やっぱね、こう、目で面白いし。 耳で面白いし、うん、その迫力をやっぱね、感じれるのが映画館なんよね。いや、わかるわかる。実はそれにいてたすごい納得するよ。<laughs> なんか映画館で見る映画あるよね。見なきゃいけない映画みたいな。そうそうそう。やっぱこれぞ映画館で見るべき映画だよなっていう、もうまさにそういう作品、ねうん。はいはいはい、はい。もう超迫力があって、めちゃくちゃ面白くて。うんうん、これ、あの、ゴジラと、 うん、コングが、まあ、一応協力みたいなねねかけるだもんそうそうそう感じで、うん、まあ別の敵がいてね、うん、そいつがまあちょっと危ないことをねやらかそうとするからそれを止めるみたいな感じなんだけどよくねゴジラにはあんまり詳しくなくてもともと一応見てはいるんだけど、うん、そんなに詳しくなくて怪獣にねうん、うん、あのー、もう名前忘れたんだけど。うん あのー、チウチョみたいなモスラーモスラーもあこれ言っていいのかないやダメだよ <laughs> <laughs> モスラーも出てくるんだなるほどね <laughs> 大怪獣バトルじゃん <laughs> いやモスラーって、うんうん、なんかゴジラのお友達なんでしょ いやわかんないなんか。なんからしいのよ。ゴジラバーサスモスラがあるの知ってる。うん。お友達っていうかちょっと仲良しらしいの。へえ。簡単に言うとようこの知識の上で簡単に言うと。はいはいはいそうなんだ。なんかその話を聞いてくれるんだって。ええ。ゴジラのゴジラは。ああそうなんだ。スラは。モスラはああだね。なんかモスラの話はゴジラ聞くらしい。へえ。 なんかそんな感じでそのコングとゴジラが手を組むきっかけを作るみたいな、うんうん、へえそうなんだそう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 ,そうみたいな役割で出てくるんだけど、うん、なんかめっちゃ綺麗でねじいさんとよ,よ,よく思い浮かべてモスラって蝶々のやつだよねうん蚊でしょうん知ってるよあそう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 ,そうめっちゃ綺麗でねうんそうでなんかもうただのいい子だったへえそうなんだうん、うん なんかすごいなんか興味を持ってねなんかゴジラってやっぱおもろいなーって、うん、へえコングシリーズはねよくね見てんねよね全部あーはいはいはいでもゴジラってちょっと派生とか、うん、その元大元のそのゴジラもあるし、うん、いろいろあってちょっと見切れてないところもあってさうんシンゴジラもちょっとだ脱落した組だからないやちょっとそういうことは難しいよねちょっとねそう同時視聴したけどちょっとこう みたいな瞬間が <laughs> <laughs> なるほどねあってねでもやっぱファンにはたまらないらしいからね、うん、あれもねなんかゴジラ好きな人本当ゴジラ好きだよねだからなんかそのじい、えー、さんさ本当に新ゴジラしか見たことないからなんかやっぱりあんまりまだねそ,のそんなにこうゴジラについて語ることはないんだけどはいはいはい、はい、なんと今週の金曜日の映画同時賞はゴジラマイナスワンということでね2作品目のゴジラも楽しみですよそれ面白かったら見に行っちゃおうかなじいさん あーでもね、うん、あのギャップがすごいかもそしたああ確かにねこっちは大怪獣だとだからねーそうなんかちょっとゴジラの立ち位置があまりにも違いすぎてうん、うん、ゴジラマイナスワンとかで語られるゴジラって圧倒的に悪なんだよねまあ確かに倒さなきゃいけないものみたいな、ね、そうそう。倒さなきゃ死ぬぐらい感じのねそう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 ,そう、うん、なんだけど、うん、その ゴジラ vs コングとかもそうなんだけどそういう世界線のゴジラって、うん、あの人類の味方みたいな描かれ方をするの。そ、ねうんうん、そうそうなんかって今回も一応そのコングと別に友達とかじゃないんだけど悪いやつが現れた信号をゴジラがキャッチして。うん なんかそいつの元に行こうとしてるみたいな感じななるほどね、そういう感じなの。そう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 。で、そこでなんか仲介役を務めてくれる子がいるから、ああ、協調することになるんだけどみたいな。へえ、おもろそう。感じで、なんかその人類側もゴジラは味方みたいな。はいはいはい。ゴジラは人類の味方みたいな思ってるっぽくて、それもねやっぱちょっとよくはあのストーリー的な面で言えば結構違和感があって。まあ確かにね。 うん、だって、うん、街めちゃくちゃ破壊するね、あいつ。<laughs> それそれはそう <laughs> 悪いけど <laughs>、うんあの、いくら味方でもめちゃくちゃビル壊すし、なんかその、アベンジャーズと一緒だよ、多分。どんだけ牛球を救おうが、人は殺してるんだよ。うん、そうだね うだからなんかそこにはちょっと違和感があってその点で言うとやっぱり「ゴジラマイナスワンのゴジラがヨーコは一番好きなの。もう恐怖の対象であってほしいやっぱり。ヨーコ大絶賛してるから結構マイナスワン興味今湧いてて金曜日楽ししみにしてんだよね、うん、いやこれはねかなりヨーコの今まで見てきた映画の中でもかなりもうおすすめ人に。 激推し,したい映画の一つあ<ー>、まあ、これもやっぱね映画館で見る迫力がね、うん、やっぱすごくってそれこそアカデミー賞で資格効果賞、うん、最優秀賞取ってるから、ね、アカデミー賞ね、うん、もうね、うん、納得納得っていうかほ他の映画もすごいんだけどやっぱり映画館で見てて、うん、なんかゾワゾワした。あーなるほどね。 うん、なんか怖い普通に怖いっていうのもあるんだけど、うん、やっぱり音楽の使い方もそうだし音とやっぱ目で見る迫力とかリアルさ怪獣が襲ってくるってこんなに怖いんだっていう本当の怖さを見れる映画かなってう、えーうん、思います楽しみです。 ちなみになんですけど、ジーマスが今週見た映画一本しかないんですけど、喋、はい、っていいですか <laughs> どうぞ。<laughs> あの、サマンサーでですね、コンプリケーションっていう映画を見たんですよ。ネタコンプリケーション。あの、コンプリケーションという映画はですね、あの、はい、なんでそれに出会ったかっていうと、まあ、サマンサーのおすすめみたいなところがやっぱあって、ジーンさんがやっぱあの素人なんでその辺から探すんですけど、うんうん、なんかもう SM 上とどうちゃらかーちゃらって書いてあって、はいはい、え,えと思って。 ううん、うん昨日ねそうこうたまにはこういうの見てもいいかうヒひと思いながら見たわけそしたら今どきねオンラインで SM プレイをしてたんだよね、うん、そうなんか白髪のおじちょっとデブでね、はい、眼鏡かけててひげ生えてる、うん、と大学生のボンテージのお姉ちゃんがはははいはい、はいこの豚がーみたいなの言われててねおじさんが突然言うんだよねああ今日ピザ2枚とコーラ飲んじゃったみたいなね <laughs> はい,はいはいはい。で、このデブみたいなこと言われたって。<laughs> もうめっちゃ笑ってさ。で、うん、その後ちょっと大事件が起きるんだよね。大事件がね。ねいや、もうそれ見たときにもう実は泣いちゃって泣いちゃって。もうんもうね、ああ、もうこれ自分だとかっ,って。<laughs> <laughs> これじいさんだーと思ったからめっちゃポロポロポロとなって泣いて。じいさんとよい子が SM とかって話じゃなくて、じいさんがこのおじみたいになって、よい子がちょっと助けてくれるんだろうな、みたいな。うん あー助けるまでがセットのねそうそうそうはいはいはい、はい、って言うで大丈夫ねあのじいさんはもうダメだっていう話それしいでいいの <laughs> えいやでもすごいいい話だったのでぜひ、ね、サマンサで、ね、まだ入ってる人は見てください見てくださいえようこもサマンサしていいよあいいよいいよいよこれ終わろうとしたいいよいいよ <laughs> <laughs> いよい,よ,えよい子も、うん、あ引き続きサバンサめっちゃ見てるんだききえっけと今ようかあのほ、ー、ら、うん、シリアスコメディを制覇しましてうわとうとうコメディ終わっちゃったか終わりましたで今ドキュメンタリーに進んでるんでわでわよドキュメンタリーいっちゃったかそれでドキュメンタリー見てて、うん、でドキュメンタリーもあと五個ぐらいでえ終わっちゃうんだけどうちもうジャンルなくなっちゃうよななっね,これね、うん これね、あのドキュメンタリーでね「うん、ジャンクメール」っていうドキュメンタリー映画があってはははい、はい、はい,はい、はい、これね、98歳のおばあちゃんを追った感動のドキュメンタリーなんだけどへ<ー>これね、ちょっと切ない感じではあるんだけどね、うんあのなんか施設にねうん、うん、遊びに行っていっぱい友達がいるんだけどうん、うん、やっぱり98ともなるとさそんな長生きして遊ぶかどうかみたいな感じじゃん。うん、確かに そうそう、でも、うん、なんか家族もね、やっぱりこの頼る人もそんなにいないっていうか。<ー>家で一人で過ごすことが多いから。もう施設でみんなと過ごす時間が一番幸せみたいな感じだ。だあー、ちょっといい話だね。そう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 、うん、家で一人で過ごす時に、ね、何してるのって言ったらね。うん、郵便物を開けて、それをひたすらちぎってゴミ箱に捨てる。う<わ>で、その郵便物っていうのが、まあ、ジャンクメール、その中に。 あだからひたすらちぎって文箱に捨てるそうでもしないと頭がおかしくなっちゃうからってわおばあちゃんが言うんだけどうでも施設に寝るる時ねほんとに楽しそうでで施設にいる人もなんかやっぱちょっとそういうのって大変なお仕事じゃんそうだねそうでもなんかどうしてこういうことをしてるんですかみたいなご質問にだってみんなまだ生きてるからっていうのうわ そそうそう,そう,そういい話だなぁ <laughs> 涙出てきた <laughs> めっちゃいい話でねこれなんかあの、うん、ちょっと切ないんだけどそういうんかこう現実、うん、やっぱりこう一人で過ごしてるご老人の現実とかなんかそういうのがね結構。 なっちゃうところもあるんだけどなんかそのちょっと希望も与えてくれるような一人じゃないっていうねはいはいのでドキュメンタリーとかはねあのなかなかこう2時間とか最初っ端から見ようとするとそうだねちょっときついもん結構きついかもしれないから今のとかはねジャンクメールはね10分ぐらいじゃなかったかな10分52秒うんまあこれぐらいのね長さに見れるので皆さんも是非サマーサでショートムービー見てみてください 今がラジオ。孫よこさん。はい。なんでもらってるの。<laughs> なんかもう一回。孫よこさんで始まるん。ちょっとやめますか。はい、<laughs> やめます。えなんでなんでいいじゃん。行きますよー。<laughs> よ<ー>。最近じいさんがハマってるもの何か。あなたならわかりますよね孫よこさん。<laughs> やばいやばい。同じやん。<laughs>

飲み物でもない。もうこれもう最後のヒントだよ。うん。ジェイさんが最近本当にずっとその話しかしてないじゃん。え？その話しかしてない？うん。 翔太の寿司だよ、翔太の寿司。いやいや、<laughs> 一回しか聞いてないんだけど。えー、いや、よい子見てないんだけど、実は配信中ずっと翔太の話してたよ。さあ良い子に話してな、ね、い。さあいに何回も言ってるんだけど。<laughs> いや、もうね <laughs> でも、ツイッターでもずっと言ってるよん,、うん。いやいや、ツイッター見てないもんだっうわうわ,わ,わ,わ、実際見てないって言われた。<laughs> うわわわで、まぁ翔太の寿司がね、もう面白すぎて、はい、でまぁ、あ、実はあの、某、あの、サブなんていうの、漫画アプリに読んでて、 毎日、その、朝6時と夜6時に無料券が6枚もらえるんだよ。うん、結構もらえるね。そう。で、翔太の寿司は、なんか動画見ると1話見れるみたいですが、5回使えるの1日にね。<laughs> で、そもそも1話無料で読めるから、12たす5たする1だから、18話か。ずつ毎日読んでるのね <laughs>。めっちゃ読めるやん。そう、結構読めるの。しかもこれ最終話まで読めるんだよ。すごくないめっちゃ読めるやん。うん。で、今、多分100話近くまで読んでるんだけど、 はい,はい、いやもうなんか、翔太の寿司、まあ、これ前、よい子の説明したんだけど、まあ、基本ショ、うんうん、寿司でバトルするわけ。うんうん、まあ、ちょっと極端な話すると、うんうん、まただ間違って、肩がドーンとぶつかるじゃん。うん。おー俺をどこどこ寿司の何何と知ってぶつかってきたな、みたいな感じで、うん、まあ、寿司でバトルするわけ。<laughs> そういう感じなの <laughs> いや、まあ、基本はた、あの、大会に出てるんだけど、まあ、そんな感じで、いざこざがあってね、あ,あの、寿司で解決するみたいな。ああね。 で、大体寿司のバトルが、まあ、3話で終わるわけ。うん、そう、なんか、寿司の勝負をするっていうエピソード1。で、2>, うん、2で、よし、これで勝てるぞってなるんだけど、実は相手が、例えば今日はエビで勝負するっ言ったら、エビの、なんかその、うん、漁師の息子だったみたいなね。あ、うん、そう、あ敵側がすごい有利だっていうことを2話目で言ってくるの。 <laughs> で、僕はもう勝てないってなるんだけど、いや、諦めて、たや、まるかみたいな感じで、そのなんか、そのエビを超えるためにすごいエビの工夫するんだよ、翔太がね。で、翔太くん、また今日も寝てないみたいななんかそのモブがいて。<laughs> で、最終決戦でどうなるってなって、最後、翔太の寿司の方がうまいわーみたいな。もうそれを繰り返したの。でもなんか、それがなんかすごい面白くて、本 <laughs> 当にずっと読んでるのね。<ー>でも、なんか本当に不思議なんだけどね。 うん、マジで寿司食いたいと思わないんだよ。お<ー>でこんなに寿司の話してるのに、うん、でこんななんか美味しいのりの作り方とかねすごい教えてくれるんだけど、その漫画読んでるとね。うん、マジで、寿司食いたいたと思わないのね、うん、でなんでなんだろうってこれすごいそれ気になって考えたんだけど、わかったんだじい、うん、さん、翔太の寿司をスポーツ漫画だと思ってるんだと思う,、うん、そうなんかもうあのご飯グルメ漫画とかじゃなくて、 うん、マジで、そうなんか、強敵がいる、倒すために努力する、うん、倒す、うん、わーこの一連の流れを、うん、試合みたいに捉えてて。はいはい、なるほどね。そうだから、まあ、例えばさ、配球見ててさ、うおバレーボール食いてーってならないじゃん。バレーボールやりたいってはなるけど。あ、やりたくなるのえ、なる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 。バレーボール食いてーさんの場合はバレーボール食いてーだっ <laughs> て言っのね。<laughs> これならんけど誰もならんだろいや弱虫ムペダル見て自転車食いてーってならないじゃん自転車乗りたいとはなるけど <laughs> なるの <laughs> な,なんで食いたいの確かにね食いたいから気になりますいやなんかそうショーのう翔太のち食いもんだから食いてーって考えたけど、うん、確かにねバレーボールでも実はしたいって思わないなあそうなんでもそれで言うとさうん なんかその食べたいはないかもしれないけど握りたいって思う人やっぱいるんじゃない？あでもそれは確かにいるかもね。あ確かに確かに。そっちね憧れて。寿司職人目指すか。道を目指すみたいな。そうだよね。う全然あると思うよ。全然わないの。そっかそれでみんな寿司の道に行くんだね。みんなみんなわかんないけどね。で実際ねショータブの。 みんな、<laughs> エブリワンね <laughs> でかいな。はい、実はね、ショートのに1個だけね、うん、ちょっと文句っていうか、すごい気になる文句あるんだある<ー>ある<ー>なんか、あの、うん、そのなんか、あのやっぱ古い漫画だから、うんうん、なんか男がなんか寿司握るものみたいな、女は支えるものみたいな。 昔のなんかんダンスの女子がかく強くてだからこそ,そうなんかあの翔太の彼女になる予定だったんで渡辺さんとかすごい可愛く見えるんだけど妹がいてね翔太お父さんが寿司屋を、ね、潰されかけようとしてるの大手企業にでもそれを何とかねあの一人で切り盛りしてるんだよ。 でも、うんうん、なんかその相手企業の中に、うん、なんか車かなんかで、ね、確か引かれて、手がね、<う>ちょっと動きにくくなってんの。やば。で、医者にはもう休めって言われてるんだけど、翔太が帰ってくるまでにこの店を潰すわけにいかんって言って、うん、毎日寿司握ってんのね。うんうん,うんうん。で、それをね、妹は泣きながら電話してきて、うん、お兄ちゃんこのままじゃお,っぱお父さん死んじゃうよみたいな、早く帰ってきてって言うのね。うん,うん。お前が握れと思って。<laughs> あ <laughs> いやそう思わないのがなんかちょっと不思議なんだよなんか自分もお,なんかそお兄ちゃんが帰ってくるまで店を守るぞっていう気概がね妹になさすぎてあ<ー>それがねなんかずっとね何<ー>でお前は被害者側なんだと思って家族で支えろよと思ってねあでも確かにそれあるあるかもね、うん、なんか昔の漫画うそう昔の漫画あるあるだよなと思ってなん,かなんか本当に女の職人さんが出てこないし なんか東京の寿司屋は男のものみたいなやっぱ雰囲気あってはいはいでも、うん、今でもさやっぱりさ、うん、そのあるよ、ね、有名なお寿司屋さんとかさよく動画とかでも見るけどさうん、うん、やっぱり女性が立ってないよね立ってないねそもそも。うん 全くないよね,ないね本当にゼロと言っていいんじゃないいやんか女の握ってるお寿司屋さん見たこと女って言ったらご見たことないそういうのあるのかないやわかんないでも詳しくないから分かんないんだけどでもさラーメン屋さんとかもさ結構女店主嫌わ,れ嫌われるっていうかそのお客さんも入らないって言うじゃん言うよねなんかそういうのなんかちょっとあるのかな分かんないけどでもいるよね女性ねラーメンはまあいるいる増えてきた方で、ね、うん増えてきた方だと思う え、なんかあるのかな、そのお相撲さんみたいにさ。あ、確かにね。あ、もう上がれないみたいな。なんらそもそもなれないみたいな。勝てないみたいな。あでもさ、あそ,うその、うん、なんかお寿司屋さんのさ、お茶運んでる人、女の人いるよね。でも。うん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 。確かに、この、本当申し訳ないけど、実は高い店行ったことないけどさ。はいはいはい。動画での知識しかない、ね。けど確かにそうだよね。うん、優子もね、うん、一回、その、あの、高いお店行ったことあるんだけど。うん まあまあ握る人はももろんとこの人だったんだけど、その奥さんがいろいろその。そうでね、お酒出したりとかね、あのそれ以外のものとか。はやってくれてるって感じだったんだけど。や、っぱそう、そのイメージがやっぱどうしてもあり。あるよね。そう。ートの寿司見て、寿司握りたいって言ってた女の子ぜひね、あの。宮島の連絡をいただけたらね、あの自分は全力で応援します。 目指ししてほいあのやっぱそういうとこにこそ性別は関係ないですよいやほんとほんと、なりたいものになるべき。なんかもう、ね多様化、多様化、なんだっけ、いろいろ言われてるけど、こういうものにこそやっぱり壁はなくなるべきだそうだよね、そうそう、なんかなりたいものになれないっていう世の中、よくないと思うからね、うんんぜひ、お待ちしてます、DM dm じゃなくて、DM でもいいです。 というわけでじいさんのえぇ翔太の寿司のお話でしたじい孫お悩み相談室でこ、うん、にニキビが出来上がりましたニキビに一括してください頑張れ優子つぶせんいまさるじい孫の字を よこさん、うん、前回も話したんだけどうん、うん、まあ安定に夜お散歩してるわけ。ははははい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 、はい、してますねう,うんあの犬の話したと思うんだけど、うん、あしてたねあの公園が結構大きい公園でもうそのランニングしてる人とか、うん、お散歩してる人とかワンちゃんの散歩とかもう本当に結構そういう感じでいろんな方が使う公園なのね夜お散歩。はいはいはい だからそのお散歩してる子もよく出会うのよ、ワンちゃんの。ああ、うんうんうん。そう。で、毎日出会う子がいて。ほう。店主なんだろうな。雑種か。はいはいはい。秋田県にしてはちっちゃいか。うん,うんうん。なんかその、まあ和のね、うん、あの和系のワンちゃんがいて。はいはいはい。 すごいのんびり屋さんなのねねかわいい歩きそうずっとねなんかとぼ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 歩いてるんだけどほ <laughs>、うんとにでこの飼い主さんがすっごい優しそうなおじちゃんなんだけどはいはいはいそうなんかおじちゃんはねそのもう犬ファーストなのよああ、犬ファーストなんだうんもうとにかく犬がしたいように合わせるおじちゃんでねそうでいつものんびりお散歩してるなって思いながらこう走って通り過ぎたりとか、うん、あの朝とかも あったりするんだけど、と、うん、なんか挨拶したりとかねおじちゃんにし、うん、したんだけどこの前まあの夜一人でお散歩している時にこ、うん、のワンちゃんがいて、うん、あまたあのワンちゃんがいると思ったら座ってたのはいはいはいなんかもうお散歩を諦めたみたいでおお<ー> <laughs> え犬が座ってたこと犬が座ってたのおお<ー> <laughs> でおじちゃんがすぐ横に立って <laughs> 犬をずって <laughs> <laughs> 動き始めるの待ってたの。ああ<ー>。あ <laughs> う、だから、うがうがなっちゃったんだなあと思って、いうことおれすぎなのよ。<laughs> はいはいはい。で、よくはさ、その公演を前回も出したんだけど、まあ、三週から五周ぐらいするの、うん。はいはいはい。ね、そうそう。で、よい子が行ったタイミングが、まあ、もしかしたら、もう散歩の半ばとかで、うん、まあ、歩くの疲れらてたのかなーと思って、うん。はいはいはい。 まあ、そうね。<で>うん、そう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 、で、ゆっくり歩いてて、うん、で、あの、また、その道に取り掛かった時に、まだいたのワンちゃんたちが。はい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 。と、だワンちゃん、次寝てたの?。もう、床にね、床ってずんん、ずっと、<ー>芝生の上に、ぼロってなってて。 <laughs> ねえおじさんがおじちゃんは立って見下ろしゃたの <laughs> <laughs> <う> <laughs> 動かないから <laughs> もう絶対に引こうとはしないんだよねおじちゃんああ優しいねそうそう、うん、もう犬が歩くのに合わせて歩くのうわそうだからこっちとかしないのよへえ<ー>そうそうそう,そうだから突き上がるんだよ <laughs> <laughs> ねなんか「まもう寝ちゃってるやん」って言いながら「寝ちゃってますねへへへ」って言いながら横取りすぎたの。まあ安定の3周目ねまだいるのやばそうまだいてはまだ寝ちゃってんだと思いながら近づいてたら次おじちゃんにもう座ってて犬の横にはははいいい諦めてんのよ。 うねそワンちゃんさっきまではなごろんって感じでそ寝転んでるけど起きてはいるみたいなははははいいいい感じだったんだけどもうついに寝てて本当にすやすやみたいになっててでもおじちゃんも諦めて座ってておじちゃんのスマホとか持ってないタイプっぽくてああなるほどね暇つぶしとかしないんでただ座ってぼっとしてるみたいな。 めっちゃ可愛いんだけどお散歩に多分だから1時間ぐらいかかるんじゃないかなかかりそうその感じだとねで朝晩行ってるって言ったからえすごいなって歩いてるところを見たことがないんでほんとに歩いててもとぼ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 って感じか座ってるかでもそこまでリラックスしてるのは初めて見た。 なるほどね。でも、そこまでは歩いてきてるでしょ、さすがにね。そうなんだよ。だから、家から公園に来るまでは歩いてて。はい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 。公園でそうなってるんああ、なるほどね。公園勘違いしちゃってんだな。な、うんだからね、よっぽど居心地がいいんだと思う。ああ、なるほどね。そう。でも、おじちゃんもさ、そのゆっくりペースだから、合わせてるけど、うん、やっぱその走り回ったりしすぎるよりかは、全然いいと思う。ああ、なるほどね。うん。 やっぱ人もいっぱいいるし走り回ってるのに合わせてね行くよりかはやっぱりゆっくり行ってくれた方がううおじさんもねすっごいなんかもうにワンちゃんに似ててというかおっとりしてる感じでめっちゃ可愛いくてへえそうそう好きなんだよねまいっぱいいろんなワンちゃんいるけどねまそこまでのんびりしてる子は初めて見たかな確かにねなかなか公園で寝てる犬あのそ芝生とかじゃなくてさ みんなが歩いてたりするとこに寝てる犬はあんま見ないもんねそう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 かわいいよウゴもたまにさ近所のさワンちゃんあーなんかつれてるよねその子は結構元気なタイプだからあのワンちゃんとかも大好きだしうわーって行くタイプなの。はい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 たまにその子にも会うんだけどそのよく忘れてる子はうわーって行くんだけどその子はこうすんとしてるというかはい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 あの我関せずみたいな感じで無視無視されるの。全然見ないみたいな。 ええー、そうなんだ。目も合わせてくれない。<laughs> そうなんだ。っていうぐらい、すっごいマイペースで。でもなんか吠えたりとかも全然しないから。えー、うん。なんかすごい多分おとなしい、ただおとなしい子みたいな感じ。ええー、そうなんだ。うん。めちゃくちゃいい子です。今のラジオ G マゴラジオ特別編そろそろお時間が近づいて参りました。また金曜日にね、はい、たっぷりおしゃべりする時間ありますので、うん。その時にね、えー、また映画の話、するんでしょう。寝坊すんなよあ、すいませんでした。こりゃ、一本取られました。<laughs> <laughs> はい、いや今週用語で見たい映画めっちゃあるから、ちょっとちゃんとねし、ちゃんと見たい映画を見て、情報を仕入れて金曜日たくさんお話ししよう,、ね、うわじゃあ、小さんもんか前前持っていけるようなやつ、ちょっと探しときます。はいはい、ちなみにえ、お知らせなんですが、はいえー、GMAGO チャンネルえ、パンボックス、えー、限定のね、カレンダーの方が、 なんと本日公開されてますのでぜひ皆さん中継してください。15までにはみたいなね。もう本当ギリですいません。本当にねうんで、あとお知らせがもう一個。5月の16日何があるか知ってますか、まごよかさん。16日はい。木曜日はい。よく聞いたそれ。言ってない。言ってないんかい 知るか <laughs> ポケモンユナイトドラゴンカーニバルのスタート、はい、ジュラルドンくんのねとうとうイベントが始まるんですよああ<ー>たまんねえわーどんなバフが入るのかと思うとねよだれたらして眠れないですよねえゆ空飛べるようになるんじゃないうわ、うん、まあでもホームから相手のホームまでラスカ届くようにしてくれたら全然それでいいんですけどねうん最低 <laughs> まあでもとりあえずあのユナイトキャンセルだけだけしてくれたらいいなーってね。うーん。それ結構大事だよ、ね。いやもうほんとずじっとじっとだってずっとじっとそれ言ってるもんね。うん、うわーみたいなね。うん、いや、はかしてほしいわー。うん、ジュラルドンってさ、うん、なんか本当に何も更新されないよね、情報がね。うん。もうあの最初更新から一年とっくに経ってます。<laughs> はい。でもあれかな、なんかじいさんみたいにさ、やっぱジュラルドンってさ、はい、結構なんかそのもう。はい ジュラルドン大好きみたいなさ、ユーザーさんがさ、うん、結構目立って何人かいるじゃん。そうだね。てか、多分ん、ジザがイートしてるからだと思うけどね。<laughs> え、いや、でも他のポケモンより多くない、うん、なんかその、怪ポケモンよりさ、目立ってないな,なんか、ジュラルドンユーザーさんの方が。うん、まあ、確かにね。うん、まあ、てか、かあの集まってくれてるしね、ジュラルドンユーザーの人たちね、うちのチャンネルに。 あ、まあそれもあるのか。だから多分目に見えていっぱいいるような気がするだけだと。ああ、だけかな。ゾロアーク使ってる人が死ぬほどいると思う。ゾロアークはめっちゃいるでしょ。ゾロアークだって見るもんそもそも。まあ確かにね。毎試合ルーマであるもんね。うん。ゼラルドなんてその使用率が下位だけど、ゼラルドを愛してる人がやっぱその中では多いイメージなんだよ。確かに確かに。うん。だから運営サイドも安心してんじゃない。 まあでもねジュラルドはいだけど熱烈ファンいるから大丈夫だろ。まあ確かにジュラルドの服売れてる感じするもんな。だって安売り全然出ないもんね。うんうん。うんうん、でもジュラルドの服買いたくなる気持ちはわかる。あれはセンスいいもんだって。だよねわかるー。<お>次のでやっぱ売れるから。うん。勘違いしてる。特別いじらなくてもいいんだって思っちゃった。<laughs> いじらなくてもいい。 <laughs> 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 だって、この間さ、あのー、うん、ずっと最下位争いしてるさ、欲張り数はさ、調整入ったんだようん、うん、入ったね。うん、で、なんかちょっと一時期一瞬増えたよね。一瞬いたよね。もういなくなっちゃったけどね。うん、そう、もういなくなっちゃった。あの, <laughs> あの時一瞬よく見るなーって思ったけど。<laughs> <laughs> いや、もういなくなっちゃったよ。もう, <laughs> もう見ないけど。なくなっちゃった。<laughs> あの、一瞬リスト集まってきて一瞬で散ってったね。<laughs> <laughs> そ,うそ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 う。ね。あじさん、とうとうまたマスターになっちゃったんでね。孫よく早く上がってこい。 もう、え、開いてないよ、ユナイ <laughs> <laughs> まあここのとこ,こね、あのユナイトをじいさんもほとんどやってなかったから、わかるわかる。うんでまあ、これからもね、じい、うん、ゴチャンネルね、あの頑張っていきますので、ぜひ皆さんね、うん、え応援していれたらうしいなと思います。そしてね、なんとえ、日曜日に歌ってみた、出してますので、ぜひ皆様。 日曜日いや土曜日に出してますのでぜひ皆様聞いていただけたらとっても嬉しいなと思いますなんか孫の子めっちゃ恥ずかしがってたよね公開してる時うんなんで恥ずかしかったのいやなんかその歌とかよりは自分のミックスが恥ずかしいよねああなるほどねああ美術いやでも全然足りないからさいやいやそんなことないよいや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 でもなんかあのいっぱいずれてるの直してくれたんだなって感じしたよえそうだよ <laughs> あのこれ本当に <laughs> で,でも直せなかったとこも実は見つけてるから <laughs> そうなんだあれで、ね、もがいたけどダメだったんだよ <laughs> <laughs> あのすごいいっぱい直してくれてるなっていうのは聞いた時思ったし<の>うん <laughs> あの、うん、基本的に、うん、あのやっぱりラップ、うん、だからじいさんのピッチがうん、うん やっぱずれるんだよで一人のとこはいいんだよじいさんが一人のとこは別にどんだけずれようがそれはじいさんの味だからなんかそのよほどじゃなければいいんだけど、うん、良いこと一緒に歌ってるようなとことかでずれたりするともう声がバラバラになるからあーなるほどねそうでなんか言葉も早いからそこを合わせるのがめっちゃ大変であ<ー>そうあと、はい、あの <laughs> はい、サビはいそれでなんか聞いてる時になんでじいさんのサビこんなに違和感があるんだろうみたいなうん思っててなんか、うん、合ってる気がするのに合ってない気がするみたいな思いながらずっと何回も聞いてここ<ー>ここかなここかななっって思うのがやったのがた<ー>そしたらなんか綺麗<ー>に一つの音だけ<ー>なんかその元の音から半音ぐらいずれてるやつがあって。あ、そうなんだ そうそうそうぜ全部 <laughs> なんか, <laughs> なんかそこが違うだけで全部違うように聞こえたててああなるほどねそうでそれを落とした時にあこれだーってなって <laughs> なんか今正解になってんだよ<笑><笑>あ、そうなんだありがとうねなんかどうしようもなかったとこを見つけてて <laughs> あこれよい子ダメだったんだなーってその大変だったんだろうなっていや後半ん ?2 番目ぐらいのなんかラップのとこかな アラプンドコあの良い子に本当に何回も一苦労なわけのとだ。あそこねあそこどうしようもなかったから。あそこはでももうきつかったんだろうなと思あれはじいさんも歌いながら違うって分かってたけど。でもねああいうのいいんだよあれは味だからもう。あいいんだ。うんうん大丈夫。いやでももうスッカラカンとかね。いやそこめっちゃ良かったよね。もうあとよく最後のとこめっちゃ好きだからよくあの。わ。ラスビ入る前のじいさんの。出た。 ああ、でここでちょっと待って、ラジオの話、ラジオでちょっと仕事のこと話あったわ。あのさ、爺さんがさ、練習してる時にさ、良い子が聞いてさ、なんかかこう違うよって直してくれた時あったじゃん。うん。あの時さ、爺さんがさ、えーって言ったら、あーねって良い子が言ってさ、爺さんが、あーってら、それはえーねって言われてめっちゃおもろあれ、英語のね、そうそうそう。英語のあーとかえーとかあるじゃん。そう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 。あれの爺さんのね。そう。 <laughs> ええっ,ったそれがああね」って言われた <laughs> やつや<で> <laughs> ーって言ったそれはいいね」って <laughs> やそう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  <laughs> なんかうんそれなんかすごい思い思出に残ってるすごい思い出に残ってるいうことも思い出だ山 <laughs> <laughs> 本じいさんねあのー、うん、うん 練習すれば上手くなるからね練習、うんね、してたもんね、うん、今回はちゃんとね頑張ってよねうんうんうんいやでもなんかあのー、まあ確かにねその歌 V シンガーさんとかいっぱい今いるしさ、うん、そう名乗ってなくてもめっちゃ歌うまい人とかいるじゃんでもさ実は歌下手だけど、うん、一生懸命歌ったもんううんうん,うん、うんうん、でよい子が一生懸命ね「うん、まあショートの寿司と一緒。は そうネタがねちょっと微妙でも、はい、工夫してね美味しくなるようにしてくれたわけよ、はい子がねそしてじいさんがねあ<ー> MV めっちゃ頑張ってそしてゆい子に迷惑かけだからなんとか書き出したわけよあ,<ー>あ,あれはまた事件だったけどね<ー>うんであれができたわけだからじいさんか実は結構出来上がりに満足してて結構何回か聞いてんだよね自分でね、うん、あえー、いやゆう子は、うん、あの別にネタが悪いとも思ってないからお<ー>お思ってないですそれは。 ありがとうございまます、はい、じいいさんよく頑張りましたいやーでもじいさんもね出せるものはちゃんと出したから自分で100点満点は出してるから <laughs>、うんまあ、それをねようこがね150点にしてくれたんでね<ー>大満足ですよまあ次もね頑張りまでなんと来月何 <laughs> 歌ってみたが <laughs> 上がりません <laughs> 上がりません <laughs> 本日のお相手はジーマサルと孫よこでした。